はい、皆様どうもおはこんばんちは。ユークチューブのお時間でございます。お相手のユークスターダストです。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、いよいよ、明日ですけれども、ビーズライブジム2015エピックナイトの DVD& ブルーレイの発売日であります。やった、待ちに待ったということでね、今日は、お店の方にもう品物が届いてますので、店頭の方には並んでまして、フライングゲットできてる方も、だいぶいらっしゃるんじゃないかなとは思っております。なので、こんな動画を見てる暇があったらもういいから、もう DVD ブルーレイに集中しちゃいなよっていう、くらいのね、勢いで、今回はやっていきたいなと思います。まあ、DVD にも負けない感じで、頑張ろうかなかなって、まあそんな感じですけれども、どうぞお付き合いの方よろしくお願いいたします。まあ、ということでね、せっかくなんで明日発売ということで、今回のエピックナイト、昨年のね、ツアーをもう一回、振り返ってみようかなと思っております。で、実際今回の映像化はですね、千秋楽の名古屋ドームの、様子が、まあ、一曲もかけることなく収録ということで嬉しいですね。これ昔だったら考えられなかった、昔の映像っていうのは絶対何曲かはカットされているっていうのが普通だったんですけども、2003年以降はですね、もうフルでの、映像っていう感じになっているので非常に嬉しいなと思っております。そういう感じで、まあ、昨年のエピックナイトをですね、セットリストを中心に、振り返ってみたいなと思います。はい、で、こちらなんですけども、まあ、あの DVD ブルーレイの方の収録の、セットリストからいきますと、1曲目は最新曲ですけども、レッドですね。こちら黒田投手の応援ソングということで、作られた曲でもあったんですけれども、こちらからいきなりもう新曲1曲目っていういい感じの演出だったなと思いますけどもね。でその後でノーエクスキューズで、そのあとですね、懐かしい U&I が来ました。U&I タイムでヒートと、すごいあの名曲、いい曲がいきなりもう冒頭から続いていくんですね。でこのね、ヒートと、先ほどの U&I なんですけれども、実は、ファンクラブに入っている方はご存知だと思いますが、ファンクラブの方でビーズライブジムで聞きたい曲アンケートっていうのがありまして、その時の1位だったのがヒートです。で、2位が U&I だったんです。ということでその1位と2位をここに突っ込んできたっていう感じで、もう冒頭からすごい盛り上がりだったなっていう印象はありますね。で、その後で、アルバムエピックデイ収録の曲が続いていきます。Exit to the Sun、ブラックコーヒー、君を気にしない日など、マンオブザマッチと続いていって、また懐かしい熱き鼓動の果てです。これももう懐かしいになっちゃうのかな、ですよね。もう2002年の、楽曲なので懐かしい曲ですよね。でライブで演奏するのも本当に久しぶりだったなっていう感じはします。で、その後でまた懐かしいゼロですね。でこのゼロなんですけども、もうライブでは定番の曲でね、よく聴いたりはしてはおりましたけれども、今回のゼロは今まで聴いたゼロの中でも鳥肌が立ちましたね。というのはですね、今回初めてとか、あまり参戦したことがなかったからということで、ゼロ、通常のゼロを聴きたいっていう方もいらっしゃったんですけども、今回のゼロはたった2人だけで、ギターでね、ブルーズアレンジにしてのゼロということで、逆に自分は新鮮だったんですよ。今まで聞いたことないような感じのゼロだったので、ってあのロックなゼロがこんなにブルーズになっちゃうのっていう、本当に鳥肌立ちました。それがまたこう映像で見れるっていうのは嬉しいなと思います。で、また続いていきますけども、また懐かしいブルーサンシャインですね。これも懐かしかった、あの手を横に振りながらっていうのが、これも十何年ぶりですよね。で、また今度は新しい有頂天で、定番のウルトラソウルからのスイマーよ、でバーン、ラスベガス、エピックレイと続いて、本編が終了と。でその後で、アンコールの後で一部と全部で、最後の締めは愛の爆弾で、さらにこの愛の爆弾のね、アウトロではギミアラブの、ギターリフ
をね、まっちゃんが弾いてくれたりもしてたりしてね、してたりしてねって言い方変ですけど、そんな感じで面白いものをぶっ込んできたなという感じで、面白いアレンジで愛の爆弾が最後終わったなという、気がしましたっていうかね、そんな感じでございました。まあ、全21曲ですね、今回収録になっていますけども、ただね、今回このツアーでやっぱ日替わり曲だったりとか、ツアーの内容によっては全然違う曲を弾いていたりっていうのもあったりしてて、それもね、合わせて、紹介してみようかなと思います。で、このライブのエピックナイトですけども、一番最初はやっぱりショーケースからですよ。ライブジムの前には必ずショーケースがあります。ビーズショーケース2015下関有頂天ナイトということで、3月の9日に、行われました。で、その2日後からですね、3月11日から7月26日まで、ビーズライブジム2015エピックナイトということで、21カ所全36公演行われました。で、さらにその間に追加公演ということで、ライブハウスのね、ZEPツアーではないんですけども、ZEPが4カ所で、行われました。小文字のエピックナイトが、6月18日から7月の21日までの間に、4カ所4公演ありまして、で、またそれと別で、イベントがありましたね。ロックロック 20th anniversary live ということで、ロックビヨンドロック、こちらの方はラウドネスとの対バンっていう感じでの、ライブでしたけども、アンコールではビーズとラウドネスがね、ラウドネスの名曲クレイジーナイトで共演するという、奇跡のコラボレーションもありましたし、年末にはですね、11月21日、テレ朝のドリームフェス、こちらの方に、出演するということで、その2日前に、また、ショーケース2015ということで、品川有頂天ナイト、が、品川のステラボールで行われました。ということで、昨年はですね、この、まあ、ショーケース合わせて、ライブジムとショーケース合わせて、なんとかナイトっていう、ライブに関しては全部で42公演ありまして、それ以外でのイベントが2公演あったということで、全部で44公演かな、ビーズとしては、ステージに立ったという、流れでした。で、その中で千秋楽になりました、名古屋ドームの映像が今回、リリースということでね、見たいよ、早く見たいよ、というのもね、珍しく今回は予約をしていなくてですね、今日明日ではまだ買える状態ではないですね、私は。だからもう見てる人はすごいもう盛り上がってんだろうなっていう、感じはします。もうだってもうファンの心くすぐるもんね、やっぱこのライブ映像っていうのは。なので手に入れるまでがちょっと今楽しみなんですね。で、私はですね、手に入れるのが週末になります。というのも、稲葉さんのソロの N3 の新潟公演がね、週末にありますので、その時の、サイン抽選の時に買おうかなと思っております。まあこれでサインが当たってくれたら嬉しいなと思います。前回ね、先月ですけども仙台公演の方にも行きましたけれども、見事にサインの方は外れました。なので、次はなんとか当たってほしいなと、思ったりしております。あと今回はですね、大文字のエピックナイトだったり小文字のエピックナイトだったりとか、あとはイベントがあったりとかで、ステージも違ったりもしておりましたし、セットリストもだいぶ変わったりもしております。で、今回ね、日替わり曲として収録されなかった曲を今ずらずらーっとお話ししますね。Love Me I Love You、 これも懐かしい、ヒットシングルですね。あとはクラスメイトですね。クラスメイトは君を気にしない日などとのこう日替わりだったなって記憶があります。あとはホームだったりとか、ギリギリチョップ Don't Leave Me とかね、ブローウィンとか、本当に懐かしいビーゼアとか、あとはスマップのね、草薙剛君も言っておりましたけども、 Baby You Are My Home、 これが好きだって言ってましたが、昨年これもね、演奏されました。久しぶりに、知ってる人がいたら歌ってくださいみたいな MC だったな、確かな。あとはね、テレ朝のドリームフェス2015に合わせて、行われたショーケースではですね、今夜月の見える丘にとか、願い、コーリング、泣いて泣いて泣き止んだら、ホールインマイハート、これは聞きたい
うん、名曲だこれは。モーテルのセカンドビートでしたけども、本当に大好きこの歌も、あとは裸足の女神という感じで、ビッグナイトツアーで歌われなかった曲なんかもだいぶ、ありましたね、品川有頂天ナイトではね。ということでエピックナイトツアーは本当に、日替わり曲も多数、あっての、セットリストでした。まあその中から厳選された、21曲がね、厳選されたっていう言い方おかしいか、うまく組まれたセットリストで、名古屋ドーム千秋楽を迎えたという、形になっておりましたね。はい、ということでね、自分は、まあ、先ほどもお話ししましたけども、週末まではこの映像を見ることができないので、もう見てる人が今すごい、盛り上がってんだろうなっていうのが、情景で浮かんできます。うん、キャーっていうね、稲葉さんみたいな、タックーっていうね、途中タック見ながら笑ってみたりとかね、なんかそんな感じだろうなっていう、感じはしますけども、早く見たいということで、私は、新潟の、週末新潟の稲葉さんの公演の方に、参加しますので、もし、これを見ている方でね、週末新潟行くんだよっていう人いらっしゃったら、もしよければまた、会場の方でお会いしたり、お話なんかできれば嬉しいなと思っております。で、さらに、また開演前の映像なんかも撮影したいなと思ってますので、もし、その撮影の方に、ちょっと一緒に見てみたいなとか、いう感じで、いらっしゃったら、あらかじめご一報いただければ、一緒に動画撮りましょうかという感じで、やりたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあということで、もういいかな今回は。もうこんな動画見てる暇あったらライブ見たいもんね。うん、まあ当たり前だよ。こんなね、こんな素人の動画見てるよりやっぱり本物のビーズのもう神様の映像が見たい。これ当たり前だわ。だって自分だってそう思うもん。うん、はい、ということで終わります。はい、この番組はですね、皆様からのメッセージなんか、募集しております。メッセージは、公式ホームページユークスタジオ .com、こちらの方のメッセージフォームより受付しておりますので、よろしくお願いいたします。お相手はユークスターダストでした。ではまた次回お会いしましょう。せーの、お疲れー。